ロイドご飯の時間がやってきました。はい、どうも。今回は久しぶりの富山県魚津市、もう説明はいりません、こちらのお店です。
はい、というわけでご覧いただきました、はじめやさん、チャーシュー麺ライス、もうあの動画をご覧いただいて、今更説明の必要もないと思いますが、めちゃくちゃうまかったです。今日ももう本当に久々の、訪問でしたんで、もう入店の時にね、まあちょっと今日はお忙しそうで中は、撮りませんでしたが、まあ皆さんとお顔もあって、今日小沢さんもね上がられてましたが、皆さんお元気そうだなと思いましたし、お店の方からも声かけいただきまして、なんかすごい懐かしいなっていうのをね改めてこう実感しながら、着席していただいてきました。もうラーメンも本当に美味しくて、これはそういう心情的な、こと抜きにしてももう本当にシンプルな味がめちゃくちゃうまいです。他の方のお言葉を借りると、もう自分がよく知る、しかもこう皆さんもねよくご存知のようなラーメン屋の店主さんが、やはりここはもうなんでこんなにあっさりしてるのに、あの旨味の濃さ、すごく深い旨味が出せるのか、もう不思議ですっていうふうにねこうおっしゃってたぐらい、あっさりと旨味の濃さ深さがね同居する、こう素晴らしい一杯だと思います。でまあ日本ね全国いろんなところに住んでる方がいらっしゃると思いますが、ぜひこの一杯を食べに富山県魚津市に足を運んでいただきたいなと自分が思うラーメンです。はい、というわけでした。また来週も楽しみに。自分ね、いつもならこう旅割り寂しくなっちゃうところですが、今回は来週仕事で来るんですよ。またこの一杯食べに来れるっていうのに、ちょっと逆にテンションが上がって今日は帰ってきました。また来週も楽しみに食べに行きたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた。